今日はボイパの講座をやっていきたいと思います。でですね、まずボイパの基本の3つの音がございます。バスドラム、ハイハット、スネア、この3つの音をマスターすれば8ビートというものができます。まず1つ目のバスドラムなんですけど、これは低い音ですね。真ん中、口の真ん中から思いっきりボッという音を出してください。これがバスドラムです。続いてハイハット、これ一番簡単なんですけど、ただの下打ちです。これやるコツはですね、できる限り綺麗な音を出すというのを心がけてください。で、3つ目がスネアドラム、これがちょっと難しいんですけど、スネアドラムは先ほどのバスドラムと比べてちょっと高い音を出すように心がけてください。で、やり方は思いっきり口をうーんって食いしばってください。うーん、この食いしばった状態から思いっきり真ん中から高い音を出してください。これがスネアドラムです。このスネアドラムはちょっと練習が必要だと思います。冒頭に言いました8ビート、これをやってみようと思います。この基本の3つの音をマスターすれば、このドッツカッツドッツカッツという8ビートが出来上がります。で、さらにこれにシンバルとか連打とかいろんなおかずを組み合わせることでこんなことができます。という感じに出来上がります。まずはこのバスドラム、ハイハット、スネアの3つの基本の音を練習して、それからおかずを入れていって、で、ボイパを仕上げていきましょう。